朝ですをご覧の方からの投稿に基づいて取材をする朝ですポストです。はい、福岡市東区の海の中道に続く名田砂丘で土器のようなものがある、本当かどうか調べてほしいという依頼があったので、私岡田が調べてまいりました。今回の投稿者は福岡市東区にお住まいの井上博之さんです。海岸の先にどこまで行けるのかっていうところでちょっと歩いてみようってことになって、ちょっと歩いて行ったらその壁のところに大量にあの土器物が刺さってて、でその一面下にもいっぱい転がってたんです。井上さんが散歩をしていた際に海岸沿いの壁に土器らしいものが埋まっていて、さらに地面にも大量の破片が落ちていたというのです。ちょっと土器かどうか私もあの素人なのでよくわからないので調べていただけたらなと思いまして。もし本当に土器だったらどうします？しかるべきところで保管保全博物館とかそういったところに展示が必要なのであればあの展示してもらえればいいかなと思いますね。なるほど。早速井上さんが土器らしきものを発見した場所に案内していただきました。土器土器ドキドキ。なんかここぐらいまで来ると異国っぽい感じになりますね。そうなんですよね。文字が刻まれてますよ。ほら、ハート。見てください。あちら。おっぱい。ああ、汗が。砂浜をひたすら歩くこと30分。結構遠いですね。ああ、出てる出てる。え、どれ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 。こういう、あ、この辺、この辺、え、この上の方に刺さってるやつ。本当だ、なんか刺さってる。わあ、こんな感じですごい、落ちてる落ちてる落ちてる。え、ちょっと待ってください。私が想像してたよりはるかに数多く落ちてますね。海の中道の手前に広がる名田の砂丘に突如現れた土器のかけらのようなもの。壁に埋まっているものもあれば地面に落ちているものもあります。明らかにこのくぼみとか人工的な、これくぼみですよね。近くで見ると人工的に作られたような筋があり、本物の土器のようにも見えます。改めて井上さんの要望は2つ。発見したものが本物の土器なのか、そして本物だった場合は保全をしてほしいというもの。まずは地元の方々に聞き込み調査です。この辺りで土器を見たことはありますか？土器ですか？土器はないですね。これこれ本当ですか？これ本当ですか？土器ですね。でもこれ埋まってるとかってすごいですね。そうですよ。よう見つけましたね、あの人。名田の海岸に、うん、昔の土器みたいなものが落ちている、聞いたことありますか？ない。何回も私の行きよる場ってあんまりそんなのは見かけんですよ。もし土器だったらどうします？いや、おそらくそれはないでしょう。この辺りの方でこういうものが落ちたり地層から出てるよねって話題になったことってありますか？いや、聞いたことないな。鹿の島に金印が出てるから泣きにしもあらずかもしれないね。金印、朝ですポストで歴史的発見か。そこで専門家の方を現場にお呼びし、実際に鑑定をしていただくことに。この砂の層からはみ出ているこの破片のようなものが飛び出してるんです、はい、これずっとずっとここも出てますし、はい、ここに落ちてるんですよ、はい、これがひょっとして土器なんじゃないかって、はい、投稿者の方も私も思ってるんですけど、はい、ズバリ聞きます、はい、これは土器ですか？そうです、土器です。え、本当ですか？あ、
本当です。これは約2000年ぐらい前の弥生土器です。すごい。なんと邪馬台国の女王卑弥呼の時代に作られた本物の弥生土器だったんです。急に色めき立つ朝です。取材班、しかしそのテンションとは裏腹に菅波さんは至って冷静ですが、めちゃくちゃすごいじゃないですか。いや、そうですね。なんでそんな冷静なんですか。いやここにあのこういった遺跡があるのはもう知ってました。え、そうなんですか。はい、今まで発掘調査もしたことありますので、初めてではないということで冷静だったんですよね。初めてだったらびっくりしてましたけど、実はこの場所30年ほど前すでに遺跡の発掘調査を行っていたというのです。ここで見つかったものはどこかに保存されてるんですか。そうですね、福岡市の埋蔵文化財センターとか、あと博物館、福岡市博物館の方にここで出たものは保管されています。土器のかけらではなくほぼ完璧な状態のものが福岡市博物館にあるということで見せていただきました。わー、これですか。そうですね、こちらになります。想像よりはるかに大きいですね。これってレプリカじゃなくて本物なんですか。そうですね、本物です。すっごい。地域の方がお散歩中に見つけられて、博物館にですねその後ご寄贈いただいて、当館の大切な地域の宝になりました。そして丸い形をした白い石も同じ場所から出土したものなんだそうです。穴が開いていまして、網のですね下につけてお魚を取るのに使ってた網のための重りではないかと言われていて、なのでしたがってこういうのが出てくると、それぐらいの時期にあそこに漁業をして人がちゃんと生活していたっていうことがわかります。およそ2000年の時を経て地表に露出した鉈砂丘の弥生土器。しかしなぜ土器が次々と地表に現れてきたのでしょうか。もともとこの砂丘はあと海にですね何百メーターか先まであったんですよ。今からおよそ4700年前、海の中道は今よりも500メートルほど北側にあったと推測されています。それが波や風などで長い年月をかけ浸食と堆積を繰り返し現在の形に変化。2000年近くもの間地中に埋まっていた土器が地表に現れてきたというのです。もし本当に土器だったら、はい、保全保護をしてほしいっておっしゃってたんですけど、はいはい、何らか手を打てればいいんでしょうけど、この海岸沿って700メーターぐらいありますので、なかなかそれをこう保護しようと思うとちょっと大変だなというのがあってですね、定期的に状況を確認しながらですね、貴重なものがもし出てきたとすればですね、何らかの保全措置とかですね、そういうのはちょっとまた考えていきますので、今回本当興味持っていただいたのはありがたいなと思います。ほー、本物でした。びっくりした。想像もしませんでしたね。この海岸が鉈美遺跡という名前で遺跡だってことを知らなかったですね。教科書で見てた弥生土器ですか。そうだと思います。弥生土器ですよね。もう教科書で見た色でしたもんね。ちょっと茶色くて線が入って、実家がすぐそばなんですよ。はいはい、なので鉈断層の社会科見学とか小学校の時とかしてたはずなんですけど、見つけたかった自分で、ね、これ触っていい、これ文化庁に電話で確認したところ、はい、まあ、触る分には大丈夫ですよっておっしゃってたんですけど、まあ、持って帰ったり掘ったりっていうのはやめてくださいとのことでした、うん、まあ、こちらに書いてある通り、埋蔵物の発見後、これもしかして何かこう遺跡なのかな、貴重なものなのかなというものが仮に出ていたとしても、こう掘ったりすると文化財保護法違反の恐れがありますし、まあ、触った後こう持って帰るっていうのは遺失物法違反の恐れがあるので、掘る持ち帰るというのが
やめてください。あの写真に写ってるあなた持って帰ったような顔してますけど持って帰ってないですよね。悪い顔してるな。ちょっと周囲に人がいないか確認して持って帰るみたいな演技をしましたが、うん、大丈夫ですよね。はい、持って帰ってないです。だからタイミングがタイミングなだけに今吉野ヶ里がすごく盛り上がってるじゃないですか。なんかいろんなロマンを覚えますね、こういう話聞くと、うん、ね、あの海岸線をこう歩いていったら確かにこう突き刺さってるんですけど、うん、700メートルぐらい、はい、そこだけじゃなくてもうあの辺り一帯というかその見えてたと思うんですけど、うん、その奥側も含めて全部おそらく何かが埋まってるところなので、全部をこう調査して、全部保全する、保管するっていうのはもう難しいよな、難しいみたいなんですよね。でも30年前に一度調査されてるって話でしたから、また新たな調査をすればまた新たな発見があるかもしれないってことでしょ、もしかしたらとんでもないもの、うわーこれロマンが、深さが多いんですかね、はい、場所がね、まあ、あの保全が難しいって話もありましたが、この鳴田砂丘をはじめとして福岡市内で発見されてる遺跡っていうのは、うん、ものすごく多いんだそうです。それだけあの頃北部九州地域ではね、はいはい、豊かな人たちの暮らしがあったってことなんだろうと思うんですけど、だから家の近くで見つかることもきっとあるってことなんですよ。うわ、そうですよね。ひょっとしたらそういう時はどこか届けたらいいんですか。そうですね、そうですね、基本的には、まあ、警察にまず一報していただくと、そこからそれが文化財かどうかっていうのは各教育委員会などが監査をすることになっていて、文化財だって話になるとそれから先はその保全とか保護という話になっていくということですね。同時にあの朝ですポストにも寄せていただいたら、また岡田調査員が帽子かぶって発掘に行く、これ見るからにプラスチックですねみたいなかもしれないですけど、もしこう歩いていて、この朝ですポストに送ってくださった方も、たまたま歩いてて、まあ砂の層に何か埋まったりしてないかなって思ってなんとなく見てた時だったそうなんで、ひょっとしたらそういう好奇心が新たな発見を生むかもしれないですから。確かにですよね。もし何か見つけたようにしなきゃいけないですね。朝ですポスト、皆様のご応募お待ちしております。いずれ番組から歴史的な発見があるかもしれません。